昨年からの引き続きの品番として展開される、アステック CN セーターの、えー、素材に使われているウールブレンドニットについてご紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、今申し上げた通り、えー、昨年の、えー、秋冬シーズンにも展開していたアイテムから、えーま、継続の品番になります、えー。ただ今回はですね、カラーを変更しています。えー、グレージュと僕の今着ているボルトですね。と,えー、と、こちらがチャコールですね。ちょっとオリーブっぽい色になるんですけれども、チャコールになります。 でこちらがグレージュですね、<laughs> になります。えー、でこちらのまあ特徴としては、えー、アクリルナイロンポリエステルを中心に使いつつも、えーと、ウールを少しブレンドすることで、えー、と表面感がちょっとこうやっぱオウム感の漂う、ちょっとコケ場が立つような感じで、あったかい感じ、ぬくもり感というのが感じられる素材になっております。 でただまあ、アクリルナイロンのポリエステルをベースにしているので、えー、と通常の、えー、まあニットセーターよりも非常に軽くてですね、えー、と形状の安定性も高いです。で、糸にはあのソロテックスの糸を含んでいるので、でそのソロテックスというのがまあ収縮性が非常に、えー、と優れている糸で、えー、とそれを含んでいることによってその形状安定性と,、えー、と軽い感覚っていうのがえ残っている素材になります。で ご家庭でのお洗濯も可能ですので、えー、とそういったイージーケア性も特徴の一つです。えーまあ、冬といったらニットで、まあ、一番こう、えー、とニットらしいニットですね。セーターらしいセーターの素材になっておりますので、えーまあ、本当にこういろんなシチュエーションで着用しやすい生地になっているんじゃないかなと思います。